기복기성시시무스무스하んさなんてとんでもない小心者のつるっぱげ夜中に足つり死に目に遭い朝方トイレに必ず行く毎日毎日うざいポストをするパーキポーキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、ゴールデンウィーク入って3日、4日、4日ぐらい目ですか。はい、お疲れ様でございます。どどん。今日のこちらの天気は真っ暗でございます。はい、ということで、先週と同じく前倒しということで、今日は火曜日になります。ザマーミローです。ドワーンって感じですかね。はい、お疲れ様でございます。一応明日ね、水曜日は、お休みということなので、もう早く、もうね、もう前段階で、終わらせようとするこの汚い性格ってやつですか？はい、もうしょうがないっすよね。はい、気がないんですから。すいません、ちゅうことなんですけど。はい、ゴールデンウィークどうでしょうか？明日からが、まあ、何ですか？暦通りでしょ？明日ですかね？3、4、5、6ですか？はい、お休みですかね。はい。残念ながら、明日は大丈夫なのかな？ちょっとよくわかんないですけど、木金土、雨みたいですね。もう、ザマーミローでーすですかね、もう、ほんと。申し訳ないっていう感じですけどですね。いやー、どうなんでしょうか。よくわからないんですけど、こちらの九州の方はそんな感じの流れらしいんですが、はーい。本当は木金とかそんな天気悪くならないっていう話だったんですけど、いきなり変わったって感じですかね。はーい。誰かが日頃の行いが悪かったんでしょうかっていう感じなんですけどですね。はーい。知らんけどっていう感じで。はい。やっぱ次の日休みってなると、前撮りするとき、いつもテンション上がるんですよね。なんなんですかね、この、ね、こう、アドレナリンですか？なんかこう、プツプツっとこう出てくるような感じですね。はい。まあ、大したこと話してないですけどね。はい、すいません。なんかネタあるかなって感じですけど、今日はバンキシャ、もうバンキシャの吉野さんしかね、話してないから、もう全然バンキシャの吉野さん自体を知らない人でもなんか、何もんなんこいつは、とか言って、最後のね、バンキシャコーナーっていうか、あら、私が勝手に盗撮してるんですけどね。盗撮っていうか。本人は何回か見たことあると思うんですけど、まさか毎日やってるとは多分思ってないと思うんですよね。だから、あの人のメモリーも私のメモリーとして残していくということで、ウィンウィンの関係でいいんじゃないかなと思うんですけど。先月はバウンディ月間ということで、バウンディご存知でしょうか？歌手のバウンディさんなんですけど、私もこのバンキシャの吉野さんが、朝歌い出して知ったというアーティストなんですけど、あの人、ちょっとぽっちゃり系なんですね。結構体育会っぽい感じの人なんですね。はい。なんかそんな感じで思ったんですけど、はい。日本人なのかな？なんかちょっとそっち系の人かなとかって思ってしまったんですけど。はい。まあ、それはどうでもいいとして、はい。今日は縁日の会場である、岡山県倉敷市、小島柳田町、1438市だったかな？忘れたんですけどね。はい。そこで行われる、ところで、また木を切って、なんか燃やしてましたですね。はい、もう環境破壊しまくりやないかとかと思ったんですけどね。違うか、違う感じね。はい。そんな感じですが。あとなんか面白いことありますかねとか思うんですけど、もう今もう植物何を買っても結構元気にすくすくいけるんちゃうんということで、結構食欲旺盛の方が多いんじゃないですかね。はい。アガベとかもね、結構、出ておりますし。ねえ、はい。だからね、ビカクシダって結構ビカクシダをこう、買いました。初ビカクですとかっていう方が結構増えておりますよね。はい、ということなんですが。まあ、2日ぐらい前からさせてもらっております。トッキーファンクラブということで、このまたトッキーっていう人も、知らない人結構いいかと思うんですけど、TOKKII ですかね。はい。ねインスタのアカウント名ではあるんですけど、トッキーさんなんですけどね。はい。宮川大輔さんに似た人。
でコスプレする人という形で、まあ、みんなを楽しませようとしてね、いろいろこう、変身するみたいな人 でエフェクトは必ずあの女の人のエフェクトを使って、顔は自分の顔を使うというあのね、最初見た時はすごい衝撃だったですよ。あー どうしたこの人ってそんな感じですよ。あのジャック・ジャックさんは女装というか、自分をエフェクトかけて女の人になる、あの綺麗な可愛らしい女の子になってなやってましたし、ファンクラフトさんもそうやったかね、可愛らしい顔になってたんですけど、あれ吉野さんとかしてたんだよねえ、ちょっと目の細いちょっとそっち系の女の人になるんかな知らんけど目がパッチリ系の人とかね、は結構あの変身しやすいんじゃなかろうかと思うんですけどね。あー、まあ面白いんですけど、まあそのトッキーさんの、トッキーファンクラブということでですね、あの本人とはあの別のところで、盛り上がっております。トッキーファンクラブということで30人ぐらいなんか既得な人が会員になってましたですね、はい、私もあのワンカードをパクって、ちょっとトッキーカードっていうか A アンカードってイオンじゃなくてね A アンっていうことで A アンカードを作りましたけどそれで会員証作ったらいいんちゃうんって言ってあの武蔵さんに送ったら起用されまして、はい、で当の私は入ってないっていうねいいんです、いいんです、あの傍観者がどれだけ楽しいかっていうのがね、はい、よくわかるんでそんな感じで盛り上がってるみたいです。はい、じゃあこの続きはまた後で。パチポキさんのぼやき続きですということで、前撮りということでですね、テンションが爆上がりということで、明日になったら多分ございますとかって絶対ね、なってると思うので、もうこのテンションの高いうちに、やってしまおうという魂胆でやっております。はい、そうですね、なんかまたすもりの家でなんか祭りがあるよっていう形で、マサさんがなんかちょっと告知されていましたね。はい、今北海道行ってんの、またマサさんはファイターズの本拠地となる なんとかっていうなんか球場にも行ってましたし、あとは何だったっけ、水族館とかも行ってましたしですね、はい、動物園行ってたのかな。はい、なかなかゴールデンウィークはパパをしてるみたいで、いやー、あの人も大変ですよ。仕事もクソ忙しいし、そういう植物販売とかね、そういうのでも忙しいし、で、その家族サービスも全力で忙しいし、ということで、ねー、あの人ももう 40ぐらいなってないですか？はーい。もうだん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 こう、じじいになっていくからですね、もう体が応えますばいっていう感じで、いやー、私はもうそういう生活できませんわ、とかで思ってですね、はーい。もう子供が太っても目の前でも寝てそうですもんね、最低な父親になるんじゃないかなとかと思うんですけどね知らんけどっていう感じですかね。はい、明日はとりあえず晴れるのかな、星が出てるみたいですね。ちょっと古い天気予報の仕方してます。はい、星が出たら天気だよとかでね、アマガエルが出たら雨だよとか言ってね、全然当てにならんっていうね。はい、この前もアマガエル2匹売ったけど次の日ピーカーやとか言ってですね、はい、んな感じでございますよ。さあ、ゴールデンウィークだら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 皆さん過ごされてるようで、ほんと羨ましかねえって感じなんですけど、私はもう貴重な休み一日をもうほんと充実させて、でまた疲れに行くというね、まあそういうこう循環をしておりますけど、人間体動かしたらなんぼやなとか言ってほんとつくづく最近思っとるんですが、動かしすぎてですね、ちょっとエンジンオイルを変えないかんじゃないかっていうような感じで、思うんですけどですね、はい、まあいいですわっていう感じなんですけどね。
最近モンスターエナジーをちょっと控えておりまして、ちょっとカフェインダイオリーはいかんなとかって思ってるんでですね、はい、一週間に毎日飲んでたのをちょっとこう減らしまして、で、まだバカなんですよ。あれ、1本230円でしょってか、まあ、安くても220円、210円ぐらいですか。ねえ、それで、どうですか計算してください。365日、ねえ、飲み続けたとしてくださいよ。もう7万、7万ぐらい、ねえ、なるっすもんね。もうそんなんやったら、ねえって感じが、え、違うよ。7万じゃないよね。だって、30、2、2、3が6で。そげになる？いやいや、いいんかね、6000円ぐらい。そうかね、2、3が6か、そうか、そうか、そうだね。うん。いやー、やっぱそうですよ、7万ぐらいね。いやー、儲かるね、モンスターエナジーとかって思うんですけど。あ、結構飲んでる人多いですよね、モンスターエナジーね、緑子。ね、私のポスト見てたりとか、ストーリー見てたら、緑子って言うからですね、みんなが多分緑子って言うんですね、緑子注入とか言ってですね、言うようになってきてるんですけど、他の人が聞いたら、何それ緑子ってとか言ってね、なんか健康食品みたいな。うん、知らんけどっていう感じですけどね、はい。わけわからん。はい、そんな感じでございますよ。まあ、とりあえず、まあ、話すことは話したんで、もう、明日は休ませてもらいます。はい。さて、あとは、なんか、イベントあるのかよ、っていう感じですけど、もう、昨日話してしまったけどですね。はい。またちょっとネタを探さないかんな、とかって思ったりするんですけど、まあ、園芸日和なので、皆さん、園芸楽しんでくださいよ、っていう感じで、思っております。はい。じゃあ、明日は、木曜日ですね。はい。また一週間始まっちゃいます、ということで、今日は前撮りなので、火曜日なんですけどね。果たしてこの水曜日の夜このテンションで、迎えられるんだろうかとかと思うんですけど、はい、まあそれ多分ダメでしょうね。もううだーってしてると思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。